はい、皆さんこんばんは、製麺機です。今日もね、晩酌の準備が整いましたので、早速晩酌やっていきたいと思います。で、今日はね、いつものエビ入りの麻婆茄子作りました。材料買ってあったんでね、もう作っちゃわないとね、もう傷んじゃうんで、エビとかね、あとひき肉とかね、傷んじゃったらもったいないんでね、作りました。それとあとはね、食べたいものをね、適当にチョイスしたらね、なんかバラバラな感じのね、今日はね、おつまみのラインナップになっちゃいましたけどもね、ちょっとね、ちぐはぐな感じですけども、今日はね、これで晩酌やっていきたいと思います。では飲み物は、今日はね、キリンさんのグリーンズフリーノアル、これに、焼酎を入れてシュワシュワにしてね、飲んでいきたいと思います。よいしょ。おー、いい感じに泡立ってますね。こんな感じですね。では焼酎はまたね、大五郎買ってきました。で、大五郎をこれにね、また小分けにして冷やしてきたんでね、これを注いで、で軽くね、かき混ぜて、いいですね、いい感じでシュワシュワしてますね。今日はじゃあ、今日もね、一日皆さんお疲れ様でした。ではね、お先に失礼していただきたいと思います。じゃあ、シュワシュワで乾杯、いただきます。うん、すごい爽やか、美味しい。グリーンな感じのね、爽やかな香りがあって美味しいですね、これも。軽く苦みがあって、青い感じのね、苦みがあって美味しいです。よいしょ。じゃあね、一回ちょっと置いときたいと思います。ではまずはね、麻婆茄子ね、これうちの麻婆豆腐のね、我が家の麻婆豆腐のレシピで、お豆腐の代わりにお茄子使って麻婆茄子にしました。なんで麻婆豆腐のレシピなんで、普通のね、麻婆茄子とちょっと違う感じになってますけどもね、麻婆豆腐のレシピで作った麻婆茄子です。暑いかな。あ、ちょっと暑いな。ちょっと暑くて、ちょっとアップでね、お見せしたいんですけど、あ、これでこうアップにすればいいか。こうですね。またね、エビが入って、お茄子が入って、まあ、ひき肉と、あとピーマン入ってますね。ピーマンと、あと、しいたけが入って、長ネギが入ってます。結構具沢山ですね。お野菜多めに入ってますね。うん。本当はいつもだったらね、しめじとかそういうのも入れるんですけども、今日はね、しめじないんで、しいたけが残ったんで、しいたけ入れて作りました。では、よいしょ。あー、お茄子トロトロだな。すっごい。よいしょ。なんかね、このフライパンで作るとなんか色が悪くなっちゃうんだよな。なんか黒っぽくなっちゃうんだよな。なんか、ちょっと焦げかなんかがこう、取れてきちゃうのかな。フライパンについてる焦げが。ちょっとね、黒っぽくなっちゃうんですよね。では、お茄子からね、いただきたいと思います。麻婆茄子なんでね。あ、ピントが。合ってるかな。で、いただきます。だし醤油ね、使って作ったちょっと和風な感じの麻婆茄子で、これも美味しいんですよ。じゃあ、エビね、バナメンエビね、バナメンエビ、安いやつね。
300円ぐらいのやつね、うん、280何円とかだったと思うんですけどもね、安いやつね、うん、シュワシュワいただいて、ではお次はね、いつものね野菜サラダね、こんな感じで。今日はあのトマトね、お安かったんで買ってきたんですけど、ちょっとねもうすでに柔らかくなってたんでね、もう1個丸々1個乗っけました。ちょっと小さめのねトマトなんですけども、いや利権さんの癖になるうま塩のドレッシング、早く食べちゃわないとね。5個入って300円くらいだったのかな今回。ちょっとあお安いなと思って買ってきたのはいいんですけども、ちょっとね触ったらねもう柔らかくなってて、早いとこ食べないとねもう痛みそうなんで。あ、エバラさんのおろしのタレですね、丸々1個乗っけましたね。贅沢ですよね、トマトもねなかなか高いんでね。よいしょ、じゃあトマトからいただきます。うん、おいしい。トマトの美味しい季節ですよね、もう夏になるんで。よいしょ、ではサラダチキンは生協さんのねサラダチキンいつものやつ乗っけてます。うん、うん、ではじゃあお次はこれね、卵の握り寿司、これね美味しそうだなと思って買ってきちゃいました、ね、夜の炭水化物あまり良くないんですけども、まあまあこれ1貫で45キロカロリーくらいで、卵もねタンパク質なんで、そこまでねがっつり炭水化物ってわけでもないかなと思って、これでね1個50円で3貫で150円ね、安いのね、卵なんでね。ウニとかイクラとかなんて言ったら3貫でもう400円とかいっちゃいますからね。よいしょ、では私ねやっぱ青森の人なんで、卵もねお醤油つけて食べたい人なんで、あ、わさびもちょっとつけて、わさびもつけてね。よいしょ、ガリガクついてきちゃう。まあ何もつけないで食べるっていう方の方が多いんじゃないかと思うんですけど、私もお醤油つけて食べるの好きなんでね、ちょっと申し訳ないですけども、お醤油とわさびでいただきます。卵おいしい。お寿司屋さんのね昔は締めで最後に卵で締めるか、ね、中トロあたりで締めるか迷うんですよね。では
日本酒ちょっぱり青森県の弘前の弘果酒造さんのねちょっぱりで、まあ穴子も捨てがたいですけどもね、最後はね、卵で締めたいかなっていうね気分の時もあったりとかしてね、卵美味しいんでね、お寿司屋さんの卵美味しいですからね、卵にもねよく合いますね、日本酒、日本酒の甘みと卵の甘みねよく合いますよ、ではお次はカニカマサラダね、もうほんと今日はねちぐはぐで統一感のないねちょっとおつまみの晩酌で申し訳ないですけどもね、食べたいなと思ってね買ってきちゃったんで、カニカマサラダってもうサラダって野菜よりねカニカマの方が多いんですよ、もう下の方にね野菜なんて下の方にちょこっと入ってるだけで、ほらもうほぼほぼカニカマですねこれね、いただきます。カニカマ美味しい、ではウイスキーね肺に合わせてちょっとご近所さんの手前ちょっとねあまり大きい声出せないんで今、なんだってね今もう暑いんでね部屋の窓開けてるじゃないですか、でね向かいのね家の方も窓開けてるんでね聞こえちゃうと思うんでね、でちょっと今ね玄関がね開ける音ちょっと聞こえたんで、ちょっとね声ちっちゃいですね申し訳ないです、カニカマサラダか、カニカマやっぱサラダ、でもまあウイスキーだったらまだまあいいかな、日本酒によりはね、ウイスキーに合わせた方がいいかなと思いますけど、ではじゃあまたマーボーナスをいただいて、よいしょ、全部は食べないと思いますけどね、もう一個ぐらいエビ入れようかな、よいしょ、こんな感じですね、ではエビからいこうかな、エビいただきます、プリプリ、おナスね、お茄子も麻婆茄子にするか焼いて食べるかぐらいしか最近食べてないですけども、お茄子をねピザみたいにして食べても美味しいんですよ、ピザソース塗ってシャウエッセン切ったやつとかピーマンとか乗っけてチーズであって魚焼きグリルとかねオーブントースターとかそういうのでね焼いて食べても美味しいんですよね、あと揚げ浸し風みたいにしても美味しいですしね、どうしてもね簡単に食べれるって自分の好みってなるとねワンパターンになっちゃってね申し訳ないですよ、麻婆茄子とか麻婆豆腐とか大好きなんで、
ではね、あとはね、動画かアニメかなんか見ながら晩酌ね、また続きやっていきたいと思います。スーパーカブはうちの方だと思う、今日の夜に放送になるんだよね、 BS の11なんで、なんか、テンスラ日記かなんか見ようかな。ね、ではね、今日もね、最後までご視聴していただきましてありがとうございました。また明日ね、動画編集してアップしたいと思いますのでね、よろしくお願いします。じゃあ、シュワシュワ飲んで。ではね、あとはゆっくり晩酌続きやっていきたいと思います。